あなたはわかりますか？皆さんこんにちは、こんばんは。ジェリブロのあぶくまちゃんです。トマピンです。たんなぎです。今回はフォートナイトをプレイしながら推理ゲームで遊ぼうと思います。イエーイ。今回は私が出題者となってコマティンちゃんとチャンナギちゃんに答えを出してもらいたいんだけど、その問題だけじゃとてもじゃないけど答えられないので質問することができます。例えば、そこは公園ですか、それは飲み物ですか、などを具体的に話してもらって、あぶくまはイエスかノーだけで答えていこうという推理ゲームになっています。二人はこういう推理ゲームは得意ですか？やったことないからわかんないな。でも意外と得意だったりするのかな。学校とかでもさ、クイズみたいなイエスかノーでしか答えないから、自分たちがどんどん質問してくみたいなのやったことあるから経験はあるかな。得意か不得意かで言われたら微妙。ちなみに答えは〇〇ですかなどの質問はダメなんですか？ダメですね。それはルール違反です。ただし今回は簡単な問題も用意してるので、ぜひ楽しみながらやっていきましょう。それでは早速始めていきたいと思います。考えるのはでもね、得意っちゃ得意かもしれない。得意そう、たんなぎちゃん。じゃあ初動落ち着いたら問題出します。はい、まずは頑張ろう。クリアった。ナイス。ナイス。面白い。ねえ、ちょっと来てよみんな。今さ、うちがこのバッグにつけてるのと、この、うん、この人が持ってるバッグにつけてるのが一緒。ほんとだ。一緒だ。かわいくない。よし、じゃあ初動落ち着いたかな。 OK、 じゃあ早速問題1問目いきたいと思います。1問目、アンパンが大好きなゆうくん、一番美味しいと思うアンパンのお店へ向かったゆうくんは売り切れの札を見て喜んでいます。さあなぜでしょうか？売り切れの札を見て喜ぶ。じゃんじゃん質問してください。アンパンのお店って言った？アンパンのお店。パン屋かパン屋じゃないか結構大事じゃない？パン屋だったらさ、なんで売り切れして喜ぶのって感じだしさ、逆にパン屋じゃなかったら。一回質問したい。はい、どうぞ。このアンパンは再入荷されますか？再入荷予定はありません。いいえ。ないんだ、うん、そのお店はパン屋ですかパン屋じゃないですか？パン屋です。パン屋なんだ。そのアンパンには種類がありますか？いいえ。ないのか。はい、アンパンは売り切れてますか？アンパンが売り切れてます。あ、アンパンがなんだ。ゆうくんはそのアンパンを買ったことがありますか？いや、どちらとも言えないかな。食べたことはある。おお、食べたことあるの？はい。そのアンパンはもらいましたか？いいえ。あー、もらってないんだ。じゃあヒントね。ゆうくんがどの立場の人なのか考えてみたら分かりやすいかも。分かった。はい、ゆうくんはそのパンを売っていますか？はい。そういうことか。ということで正解は、アンパンのお店がそもそもゆうくんのお店だった。あー、確かに。で、ゆうくんは自分の作ったアンパンがお客さんに大人気なのを見て喜びましたということでした。おもろい。おもろいね。そう、こんな感じで進めていきます。なるほどね。おー、面白そう。いや、楽しみや。では次の問題いきます。はい。タクシー運転手をしている森田さん、ある時森田さんは一方通行の道を逆方向に走っていました。パトロール中の警察官に見られてしまいましたが怒られませんでした。なぜでしょう？タクシー運転してて逆方向なんだ。はい、はい、タクシーの運転手は車止めようとしてました。いいえ。走っているのは道路ですか？はい、道路なんだ。タクシー以外にも車は通っていますか？はい。難しいな。運転手なのは変わりないんだね。そのタクシーには運転手さん以外人は乗っていますか？いいえ。乗ってない。乗ってない。乗ってないわ。いいえ。なんか後ろに下がりながら逆方向に向かってるみたいな。いいえ。難しくない？難しいか。ヒントは職業にちょっと注目しすぎ。なんだろうな。あ、はい。はい。警察官がその、タクシーを動かしてますか？いいえ。でもちょっと遅くなってきた。惜しい？うん。フォートナイトの競技勢の、はい、トマティンさん。でもずっとフォートナイトしてるわけじゃないよね。
タクシーの運転手はずっとタクシー運転してる？あ、はい。はい。と、タクシーの運転手が休んでた。いえ。でもどんどん近くなってきている、本当に。どんどん近いの？うん、でも運転はしてるよ。走らせたの。いえ。ん？え？してないの？さあ、わかるかな？運転手をしてるだけで別に運転はしてないんだ。運転してなくて逆方向に走っても怒られない。ということは車の外にいた。惜しい惜しい惜しい。普通に走ってた。お、正解。いや、そういうことか。そう、普通に徒歩で移動してた。普通に走って、やばいやばい。うわー、あ、私のとこにも敵いるんだよな。あなた起きないのね。こっち来たよ、止めて。大丈夫、そっち行くよ。うちのとこ2人いる。オッケー、行こう。私のとこも2人いるから、この人が。あった？いる？やってたの。ナイス。なんか、別パ来てそう。ねえ。強い敵や。そう、強かった。というわけで、先ほどのタクシー運転手の問題の答えは、タクシー運転手の森田さんは車にそもそも乗っておらず、うん、一方通行の道を徒歩で逆方向に進んでいただけでした。いや、頭良くなった気がするわ。なんかもう次から行ける気がする。さあ、次からちょっと難しくなりますよ。はい、じゃあ行きます。小さな女の子が両親に決して地下室の扉を開けてはいけない、開けたら見てはいけないものを目にすると注意されていました。しかしある日、両親が出かけている間に女の子は地下室の扉を開けてしまいました。果たして女の子が見てはいけなかったものとは何でしょうか。なんだろうな。サプライズとかもワンチャンじゃね。確かにね。どうやって質問しようかな。見てはいけないものは小さな女の子が好きなものですか。いいえ。女の子は地下室にいますか。はい、地下室にいます。なるほど。これ確信ついたんじゃない、ともじんちゃん。女の子は地下室に閉じ込められてる。もう9割正解。9割正解やな。もう正解にしちゃいましょう。正解です。ということで、すごい。その女の子はその日言いつけを破って生まれて初めて地下室の扉を開いて外の世界を目にしました。両親の手によって閉じ込められていたのはその女の子自身だったという話です。ああ、なるほどね。すごい。そう、地下室を開けたのは外側から開けたんじゃなくて中側から開けたのね、女の子は。すごい、トマティちゃん、これはファインプレー。じゃあ最後の問題いきます。夏休みのある日、田舎のおじいちゃんの家に遊びに来ていた陽太くんはヘトヘトになって外から帰ってきました。用意してあったおやつを食べてゴミを庭に捨てていました。そして次の日、陽太くんは欲しかったものを手に入れました。陽太くんが欲しかったものとは何でしょうか。ゴミとかってさ、果物の種とかじゃない？あー、欲しかったものは食べ物ですか。いいえ。ん？欲しかったものは動物ですか。近いけど、はい、いいえかな。まあ、生き物ではある。そのゴミは食べれますか。いいえ。食べた後のゴミかな。うん、その食べた後のゴミは種ですか。いいえ。ゴミが何なのか大事なの。ゴミが何なのか分かれば結構分かりそうだけど。でも種はちょっと惜しいね。あ、関係してくる。はい、はいはいはい。そのお菓子はチョコですか。いいえ。違うの。そのおやつは果物ですか。はい。おお。野菜に分類する場合もあります。野菜に分類する場合もある。そのおやつはお皿に入ってますか。お皿の上には乗せるかもしれないけど、家かな。あ、じゃあヒント、もうすぐ食べ頃、あと2ヶ月とかかな。欲しかったものは食べ物ですか。欲しかったものは食べ物ではないです。ゴミは植えてますか。いいえ。まあ、陽太くんは小学生ぐらいかな。ゴミ言って聞くのかな、虫とかが。あ、はいはい。ちなみにもうチャンネルちゃんの今めちゃくちゃ近かったよ。陽太くんが欲しかったのはアリですか。違います。いや、でも近い、本当に近くなってきてる。もうその考え方で合ってる。その男の子が喜ぶそれよ。カブトムシですか。はい、正解です。はい、じゃあ答え合わせ、正解はカブトムシです。
夏休み、陽太くんは田舎のおじいちゃんの家でカブトムシを探していました。森の中を探しては見つからず、疲れて家に戻りました。おやつにスイカを食べて皮を庭に投げ捨てました。そのまま忘れましたが、翌朝庭に出るとスイカの皮にカブトムシが群がっていました。という流れでした。さあ、どっちに勝つか回復勝負。降りてきてる。え、降りてきてるんだけど。逃げろ逃げろ逃げろ。ナイスナイスナイス推理、ナイスビクロイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2人には4問推理していただいたんですが、トマティンちゃんどうでしたか？まずフォートナイトとクイズとかを一緒に考えてやるっていうのが難しかったのと、推理をしていくうちにいろんな考え方が出てきて面白かったです。さなぎちゃんは？いろんな視点から物事考えたりとか、自分が普段日常にあることとかもいろいろ考えながら、なかなかフォートナイトもやりながらで難しかったんですけど楽しかったんで、今度はいつもあぶくまちゃんが問題出してくれてるので、私とかが持ってきた問題とかも仕掛けてみたいなって思ったりしてます。うわ、やりたい、うん、私は出題者側だったんだけど、結構この手の問題って裏を書くようなこと、引っ掛け問題みたいな感じだと思うんだけど、2人の発想力とか話の広げ方がすごく上手で、私自身問題出せてもめちゃめちゃびっくりさせられたし、やっぱり若い2人の頭は柔らかいなと思って感心しました。ということで、次回もワイワイみんなでゲームやっていきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタン、 XTikTok の投稿もよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。